皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学3年生の英文法、今回は現在完了形の継続用法、この練習問題を解いていきます。この現在完了形の継続用法というのは、主語プラス have、has プラス動詞の過去分詞という形で、いついつから何々している、ずっと何々していると、今も続いている、そういう状態を表す表現でしたね。では問題を見ていきます。四角1、日本文に合うように英文を完成しましょう、こういう問題です。括弧1、ビルは1週間ここに滞在しています、ね、今も滞在しているんですね。ですから現在完了形の文になるわけです。主語はビルですから、 Bill has 滞在するは stay、 過去分詞は stayed ですから、 Bill has stayed here で1週間という期間なので、 for を使って for a week、 Bill has stayed here for a week、 Bill has stayed here for a week、こうなります。括弧2番、あなたはどれくらい静岡に住んでいますか、あなたはどれくらい静岡に住んでいますかという期間を聞いていますね。期間を聞くときには疑問詞 How long を使いました。ですからこの英文の出だしは How long haveYou lived in Shizuoka. How long have you lived in Shizuoka? How long have you lived in Shizuoka? こうなります。そして答えが2015年からです。この2015年からという起点を表しているので、答えでは since を使って since 2015 since 2015、こう答えるわけですね。では四角の2に移ります。括弧の指示に従って書き換えましょう、こういう問題です。括弧1、 Ken plays tennis。 Ken plays tennis、 これは現在形の文章ですから、普段テニスをしているという意味ですね。括弧の中は Since he was 10を加えてと、 Since he was 10を加えてと、Since he was 10というのは10歳の時からという意味なので、10歳の時から今も続いているという英文にすればいいわけです。そうすると can 現在完了形ですから has play が過去分詞になって played tennisそして since he was 10がこの後ろにつくわけです。 since he was 10 Ken has played tennis since he was 10 Ken has played tennis since he was 10、 こうなります。括弧の2番です。 She has studied math since this morningShe has studied math since this morning. 彼女は朝からずっと数学の勉強をしています。すごいですね。括弧には疑問文にして No で答える。こうあります。この現在完了形の文章、疑問文にするときには Have, has。この場合は has です。これを主語の前に出せばよかったんですね。ですから疑問文はHas she studied math since this morning? Question mark.
こうなるわけですね。Has she studied math since this morning? Has she studied math since this morning? 彼女は今朝からずっと、数学の勉強しているんですかという質問の文章、疑問文ができました。これ No で答えるときには No, she hasn't。No, she hasn't。 または No, she has not。 こう答えることになります。よろしいでしょうか。今回は現在完了形の継続用法、この練習問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。